いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデル BMW Z4 S ドライブ 35i をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのガラスに小さな飛び石があり、右フロントのアルミホイールに小さな刈り傷がございます。またリアバンパーに小さな線傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約5万2000キロ走っておりますが、非常に良好な状態を保っております。外装色はディープシーブルーメタリック、インテリアはベージュレザーのおしゃれな組み合わせとなっております。第2世代の Z4 となりますが、デザインもよりシャープになり、走行性能も格段に向上しております。なおかつ上位グレード 35i ですので、よりスポーティーな走行もお楽しみいただける1台です。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3リッター直六ツインターボエンジン、馬力は306馬力を誇ります。アルミホイールは純正17インチのアルミホイールが装備されております。マフラーは2本出しのマフラーが装備されておりますので、サウンドもより一層お楽しみいただけます。トランクのスペースに関しましては、クローズ時であればトランクカバーを開けてお使いいただけますので、そうしますとお荷物しっかりとお積みいただけるモデルです。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートはベージュレザーが採用されております。もちろん若干の使用感はございますが、大きな傷汚れ等はございませんので、ご安心いただければと思います。ではエンジン始動していきます。ステアリングはマルチファンクションステアリングが採用されております。クルーズコントロールも装備されておりますし、合わせてパドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは後期ニューアイドライブのハードディスクのナビゲーションが装備されております。もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。シートヒーターも完備されておりますので、冬場でもオープンドライブをお楽しみいただけます。シフトは7速のオートマチックのシフトが採用されております。合わせて走行モードも3段階お選びいただけますので、よりスポーティーな走行をお楽しみいただけます。ではハードトップを閉めてみたいと思います。開閉すべて電動で行えますので、ストレスなく開閉を行っていただけます。はい、これで完了です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2009年モデル BMW Z4 S ドライブ 35i をご紹介させていただきました。走行距離約5万2000キロ走っておりますが、内外装ともに非常に良好な状態を保っております。車検も平成30年の8月までたっぷりと残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。第2世代となり、デザインもよりシャープになりましたし、走行性能も格段に向上しております。ルーフ部分はハードトップが採用されておりますので、クーペでもお楽しみいただける数少ないモデルの一つです。ぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。